キムチ、タイコ、モリ、シソ、アマゴ、メカブ、モグラ、ナット、ウヘア、アボカド、今日は私が大好きなネバトロ丼を紹介していきたいと思います。これを食べるとめっちゃパワーアップするし、毎日食べることで玄米ご飯に使うんですけど、玄米はトイレが快調になるんで、なるべく私は玄米を食べるようにしてます。元気がない時でもこのネバトロ丼食べるだけでめっちゃテンション上がってきます。じゃあまずは作り方なんですけど、めちゃくちゃ簡単です。このメカブをここの上に乗せます。メカブ、それからこのネバネバ感最強ですね。そこから今度は納豆ももう必ず食べてます。納豆は、めんどくさい時はもう納豆とご飯だけなんですけど、時間あればちょっといろんなものを混ぜて作ってます。もう日本人だったらね、普通に納豆が大々の大好きなんで、嫌いな人もいるんですけど、これをまたまた、納豆が大々の大好きなんで、それから、いつもオクラって買ってくるんですけど、買ってきて茹でて、それから細かく切り刻むんですけど、今日なんかオクラが売ってなくって、この冷凍の買っちゃいました。どういう風だろう。初めて使うんですけど、おお。これすごい。オクラと山芋と、なんだったっけ、このメカブがセットになってるもので、冷凍なんですけど、ここにぶっかけます。まあ、これぐらいでいいかな。全部入れると入れすぎちゃうんで、次に、アボガドじゃなくて山芋いこうかな。山芋は、だいたい適当にこのように、皮を剥いて、それから大根おろしで、山芋このように大根おろしですります。そしてここに置いて、さらにキムチ大好きなんで必ずキムチも入れます。それからこのアボガドはまた肌が綺麗になるとか美容効果抜群なんで、とりあえずぶち込んどけばいいです。アボガド、めんどくさいんで、アボガドぶち込みました。さらに私明太子が大好きで、どうしても明太子は入れたいということで明太子をのせます。そこにあとシソもなんか綺麗になるんで、シソもこのようにかけて、あと海苔もかけて、最後に卵の黄身、タンパク質をアップさせるために納豆と卵の黄身のこのネバネバ感で、うし、
出来上がりです。で、今から食べるんですけど、ちょっと待ってね。わさびと醤油持ってきます。醤油をかけて出来上がりです。じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。イエーイ。おー、このわさびがほんとたまらなくて、わさびとアボカドと醤油がたまらないんですけど、もう混ぜちゃいますね。混ぜちゃえ。いただきます。最強。うん、うまい。めっちゃ美味しい。このわさびがツンときて、まずうまい。明太子がね、またほんとたまらなくって、明太子の辛みとキムチの辛み、こんなんで食べます。うん、最強。毎日毎日食べてるけど、毎日は実はもうめんどくさくって、納豆と玄米ご飯だけ。時々ちょっと金持ちな気分あると卵入れます。で、本当に今日リッチとかご褒美っていう時はもうスペシャルで、この全てを入れて食べるとめちゃくちゃなんかテンション上がって最高な気分になるんで、で、なんかなんて言うんだろう、ヘルシーっていう感覚に陥るというか、囚われるのがもうポイントで、このなんかヘルシーなもん食べてるから、まあスイートいっぱい食べてもいっかみたいな感じ、そういうのがなんかこのネバトロ丼の推しです。で、きっともう高血圧の人とか、あの糖尿系の人とか、体のこと気遣わないといけない人にも最強に優しい優しい食べ物だから、ぜひ作ってみてください。おお、一気に食べちゃいました。めっちゃ美味しかったです。これで今日一日も元気に過ごせそうです。で、今度はあのハロウィン工作について3個ぐらいあるんですけど、なんとかこの連休中にアップしたいんで、ぜひ見てくださいね。ありがとうございました。